ウクライナパラリンピック委員会のスシケビッチ会長70は3日までにパリパラリンピックに個人の中立選手 NPA として出場しているロシア選手から自国の選手が挑発を受けていると主張した共同通信のインタビューに応じた国際パラリンピック委員会 IPC に正式に抗議したとしているスシケビッチ氏はロシア選手がウクライナ野郎 などと差別的な用語を発したり、親しげに挨拶をして気を引こうとしたりしたと述べた。非常に不快だ、と批判し、ウクライナ選手を動揺させる目的との見方を示した。ロシアの侵攻を受けるウクライナは開会前、ロシアと同盟国ベラルーシの出場を禁じるよう求めたが、IPC は侵攻不支持などを条件に NPA としての参加を容認した。スシケビッチ氏は、 進行不支持を表明した選手はいない。中立ではなく、出場を認めたのは間違いだった、と IPC の対応も批判した。ウクライナはパラ競豪国として知られるが、進行後に障害者スポーツ支援の予算が減額され、厳しい状況に追い込まれた。